はい、こんにちは。え田中みやびです。え私ですね、フリーランスで、えリサーチャー、ライター、構成作家、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、えこのチャンネルでは、普段私が思ったこととか、え私が目にしたニュースから、え考えとかを共有していこうという趣旨でやらせていただいてるんですけれども、本日はですね、人間は、比較から逃れられない。 ととといいうことをおお話しさせててただければと思っております実はですね、私、とある YouTuber さんの動画をよく視聴していましてあの、フリーターからファイヤーを達成した、えー、ちょっと正式な名前がいまだにちょっとわからないんですけども、ジョイトイさんというような、えー、名前で、えー、や,らやらってい,ている、えー、YouTuber さんがいるんですけども、概要欄にその、 今回、えー、その方の動画にもコメントさせていただいたんですけれども、まあ、その動画を、えー、貼り付けさせていただければなと思ったんですけれども、そのジョイトイさんが、ね、おっしゃっていたこと、あのー、まあ、とある YouTuber さんの動画をその方自体引用して、えー、解説されてたんですけれども、あのー、まあ、人は、まあ、そこでざっくりおっしゃっていたこと、あの、そこのメインじゃないんですけれども、そのジョイトイさんがおっしゃっていたことが、 あの人は比較から、えー、逃れることはできない、えー、ずっと比較してしまう、えー、他人と比較するなって言ってる人間はあのー、既に成功している人間ではないかというようなことに近いようなことをおっしゃっていたと思うんですけれども、えー、私も、まあ、まあ彼の動画とはまた別でそのようなふうに思ったことがあるんですよね。 えー、実はですねこれノートにも書かせていただいたんですよあの数ヶ月前にあの。まあその時はちょっとえー、コメントえー、あの反対意見のコメントまで頂い,いてるんですけれどもあのー、まあ僕は比較その時にノートに書いたことっていうのが「比較ってやめられないよね」ってまさにそのジョイトイさんがおっしゃっていたことそのままだったんですけれども、えー、じゃあ比較はやめられないなら ってあの絶対比較してしまうと思うんですよ人間って。あのどんだけ自分がその安定した生活を送っていたとしてもあの絶対他者比較っていうのはあると思うしあのまあ、よく比較するなって言うじゃないですか。比較するなって果たしてててて現実的なななのかなって思っっていて比較するなって言われると余計に比較してしまうし比較するなって、えー 言わ,言われても実際それを行うのって本当に悟りを開いいいいた人じじゃゃなななとと無理なんじゃないかと私思だって僕自身だって外見にもすごいコンプレックスあるしすごい、えー、イケメンな人とか、えー、まあもう年も年なんでそ,こそれはそこまで、えー、薄れてきたとは正直あるんですけれども見るとあやっぱこの人かっこいいなとか思うし。 えまあそうですねそういうふうに思うこともあるし外金だってコンプレックス抱くこともあるし収入面だってなんか今までこそそ,こそれこそ改善してきましたけれどもまあ若い頃はほんとにあのまあ成功者前途している人とか同じ年齢でめちゃめちゃ稼いでいる人とかすごい比べてましたしえそれは今もあのまあ薄れてきたとはいえそんなに変わってはいないところは正直ありますしほ他にも細かいところで言うと身長とか。 あの性格とか、えー、友達の多さとか、えー、どれだけ美人な、えー奥えー、妻がいらっしゃるかとか、えー、交際相手がいらっしゃるかとか多分細かいところで言えば、えー、そういうところでも皆さん、えー、僕以外にも、えー、比べていらっしゃる人と他人と比べてどうして自分はとかそういうふうに思ってしまう方っていると思うんですであのー、まあ僕自身年齢とともに、えー、まあ外見に関してはちょっと薄れてきたんですけれども、まあ、他の面では そんなに薄れて,ないあの薄れてくれるのかと思ったらそんなに薄れてないなって思う部分も正直あってまあ僕40歳なんですけれども今えある程度ここまでの年齢までいくと他者比較ってやめられるのかなと思ったらまあやめられた部分とやめられなかった部分とっていうのが正直ありましてやっぱりその比較って人間ってずっとまあ年を取ればそのライフステージが上がることにあライフステージが、えー 年は重ねて変化するごとにそのライフステージにおける他者比較っていうのをやってしまうんじゃないかなって私、えー、思いましたなのでまあよくその、えー、他人と比較をしないことが、えー、人生を充実させる秘訣ってよくおっしゃる方いると思うんですよ YouTube とか見ててもそういうような、えー、動画ってよく、えー、流れてきますしおっしゃってる方もいますし そういった本もよくあるじゃないですか。ただですね、その、それを言えている人って、その他者と比較する必要がないって言えている人って、結構その、周りに、すごい下世話な言い方しちゃいますけど、周りに自分より上の人がそんなにいないっていう人じゃないかなと、僕自身思うんです。 そもそも本を出せている時点であ,のある程度の地位じゃないとまあ自費出版の場合は誰でも出せますけど出版社からオーダーが来て「はい書きますよ」って言って書いてそれで売れてそれで出してそれでそもそもそれが売れてるから私たちが手に取ってるわけで,でその売れてるってことはある程度の収入をその方は印税から得ていますしあ,のある程度の知名度をもともと得た人が本を出していたりとかその本を出したことによって知名度を得たとか。 そういうパターンになると思ううんですねそうなってくるとあの他人と比較しないと言われていてもその人にとっては比較する必要はそれはないよねっていう思う形になるんじゃないかなと思うんですよ。だって自分より収入が高い人とか自分より地,地位がある人とかっていうのは周りにいないと周りにそんなに出てこないと思うんで初めてその段階に行って、えー、他人と、えー 比較し界にしないことが人生を重要させる秘訣だって言えているんじゃないかなって部分は正直思ってしまいましたこれジョイトさんもおっしゃってたと思うんですよねうんそのようなことをえっとでまあ私がまああの多分他人と比較するなって言って言う人ほど他人と比較するなって言われてそれを受け止めてあの我々あのそこまでその 地位が高くなかったりとか、あの収入であるとか、まあ波ぐらいの人たちは、あの、まあ、庶民っていう言い方しちゃいますけれども、庶民の方々は、その他人と比較するなと言われて、比較しない方がいいと言われて、で、比較しないってやるじゃないですか。でも絶対比較してしまうので、その比較であるならむしろ僕は、他者と比較した方がいいと思うんですよ。どういうことかっていうと、 あの、ま、それは比較はや,のやめられた方がそれは理想的なんですけれども、それは多分無理なんで、ある程度のその僕が先に挙げた成功者の方々もその成功者の中で比較してると思うんで、絶対人は比較から逃れられないと思うんですよ、正直。だったら、その健全な比較だったらいいんじゃないかなって私思うんです。例えばその、 比較することによって、なんか、鬱であるとか、心が落ち込んでしまうとか、そういった面じゃなくって、えー、例えば、その、まあ、あのー、あんまりちょっと、えー、垢抜けてなかった外見の男性の方がいらっしゃって、その努力をして、そのあ抜けたみたいな、えー、パターンってあると思うんですけど、最近よく男磨きとかなんかよく流行ってるじゃないですか。えー、多分そういったのを見て、あ、自分もこれできるかもしれないと思ってやってみるとか、えー、そういった、 え感じのなんかこう前向きになれるようなこの人にできるんだったら自分もできるなっていうような前向きになれるような比較だったら全然いいんじゃてんか自分と近いと思っていた人間が自分よりなんかこう良いものを手に入れていた時に起こることだと思うんであまりにも自分のかけ離れた人が。 あのなんかお金持ち自慢してても何とも思わないと思うんですけれどもあの、まあ、そういったじ状況に起き,る起きると思うんで何て言うか健全な比較の、ね、自分のモチベーションを上げてくれる比較のやり方ってのあるかなと思うんです。あの例えばそのそうですねあの収入の面でもあの まあ自分と同じ学歴だったりとかえ自分と同じぐらいのえキャリアの人が自分よりちょっと高い年収を得ているとかそういうんだったらもうちょっと自分も努力できるんじゃないかっていうふ思うに思えると思うんであの手の届きそうな範囲でまず比較してみてあこれならいけるっていうんだったらそれにまず挑戦してみるっていうようなえ比較っていうのはむしろその僕はその比較することの方が ある意味で人生を充実させてくれるんじゃないかなと。豊かにしてくれるんじゃないかなって思うんで、あの、健全な比較っていうのを身につけていくと、まあ、より、あの、視野が広がるし、なんか比較って、あの、いろんな物事をしてるチャンスでもあると思ったんですよ、今喋ってて。あの、比較することによって、あ、こんな世界があるんだとか、 あこんな新しい知識が手に入ったとか、こう、比較しないって言って、自分の殻にとじ、自分、比較しないってなると、自分の殻に閉じこもっちゃうことにもなりかねないと思うんで、あの視野がこうなってしまうと思うんですよね。我が道を行くってやりすぎちゃうと。それも大事なんですけど、我が道を行くのも。ただ他人と、えー、あのー ある意味でその比べてみるとかえまあ比べてみるって関わってみることだと思うん私は思うで他者ともその関わってみてあの比べてみてえ自分の置か,れた置かれた状況であるとかえここがなら頑張れるんじゃないかここはちょっと現実的じゃないからあ比較してもしょうがない部分っていうのを切り分けて比較できる部分は比較してでえ前向きにやっていくえそうするとなんかえーいろんな視野が広がってえまあ 人生がとても楽しくなるんじゃないかなと私は思いました。皆さんどうお考えでしょうか皆様の考え方もぜひともお聞かせ願えればと思います。この動画が良いと思われた方は高評価並らびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。